はあ、おじいちゃんになんかこの辺一帯の雑草を全部取ってほしいって言われたんだけど、なんでこんなめんどくさいことやんなくちゃいけないの？っていうか、おじいちゃんどんだけ土地持ってね、金持ちすぎだろ。もうめんどくさすぎるの。どんだけ雑草あんだよ、マジで。果てしなさすぎだろ、これもう。一日じゃ終わんねえよ、これなんだこれ。あ、これ、四つ葉のクローバーじゃん。なんかさっきまですごい嫌な気持ちやってたけど、なんか、え、ラッキーじゃね、なんか、え、四つ葉のクローバーあんだけど、ラッキー、超嬉しいんだけど、なんか四つ葉のクローバー持ってるとさ、なんかすごい幸運が舞い降りるんでしょ。なんか雑草取りやってよかった、なんかもうちょっと頑張ってみよう。とか言って頑張ってやってたら、なんか四つ葉のクローバー100個以上見つかった。いやもう雑草じゃねえ、下手な。四つ葉のクローバー、雑草じゃねえか、ありがたみなさすぎだろ。もうふざけんな、やる気なくした、もうめんどくせえ、帰る。おっと、ちょっとつまずいた。おっつ、え、え、なんか今つまずいて四つ葉のクローバー落としたらなんか変わったんだけど、え、粘土になった。え、レコードもできてる。どういうことだ。もう一回落としてみよう。はい。お、もしかしてこの四つ葉のクローバー投げるとアイテムに変わるんじゃないか。レコード、粘土、松の原木。これはなんだ？ガラス？もしかして、お宝とか手に入るんじゃないか？そう考えたら、こんなことやってないで、四つ葉のクローバー見つけまくって投げまくれば、お金持ちになれるんじゃないか？はっはっは、ラッキー！やったぜ！この山最強だな、マジ。アイテムどんどん出てくるぜ。いや、ほんと最強だわ。うわぁ、おじいちゃんマジアザス的な感じ。待って、なに、嘘！どうも皆さん、こんにちは、ピクトです。というわけで、今回もモッド紹介やっていこうかなと思います。で、今回紹介するモッドはですね、マジッククローバーというモッドなんですけども、その名の通りね、マジッククローバー、四つ葉のクローバーなんですけど、ですね、このモッドを導入すると雑草をね、こんな感じで、壊すとですね、結構たまーにね、たまーに四つ葉のクローバーがドロップします。ちょっと今見つかんないんですけど、これあれかな、クリエイティブだとアイテム出ないんかな。クリエイティブだともしかしたら、普通にアイテム出ないのかなって感じで、ちょっと今勘違いしてたんですけど、まあね、これでね、高い、この伸びてる雑草、壊すとですね、種と一緒に四つ葉のクローバーも現れます。で、これ投げるとですね、アイテムに変わるんですよ。まあね、アイテムの種類が何種類あるかっていうのは詳しく書いてないんですけど、ですね、普通にバニラでやってて手に入んないような、こう、クリーパーの頭とかも、手に入るようになるので、結構ね、レアアイテムを手に入ると思います。まあ、で、こんな感じでたまーにね、まあ、こんな感じで、たまーにね、もう不幸な感じでクリーパーがね、出てくるっていう感じですね。という思ったんですよ。他に何が出んのかな？とりあえず一通りなんか、いっぱい出してみたいんですけど、クリーパーが結構出んな。結構な確率でクリーパー出てくんな。まあ、こんな感じでね、今ちょっと見えるかわかんないけど、ダイヤのピッケルとかも出てくるんで、まあ、結構ね、アイテム自体は何でも出てくるんじゃないかなと思います。こけしの壁とか、エンダーパール、なんか装備とかも出てくるし、チェスト付きのトロッコとかなんか、もしかしたらだけど、モブ以外だったら結構何でも出てくるんじゃないですかね。なんかここに、すごいいっぱい出てきますけど。あ、スティーブの頭っぽいのがある。というわけで、以上でモッド紹介終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。じゃあね、バイ。というわけで、アイテムなんかいいの出てこないかな？出てこないかな？今64個。あ、待って、TNT も出てくる。すごい。頭スティーブ。スティーブの頭も出てきた。というわけで、終わります。ご視聴いただき。ありがとうございました。じゃあね、バイ。これ2回言わなかったっけ？まあ、いいや。